北の町ではもう悲しみを暖炉で燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうち老いぼれてしまうから、黙り通した年月を拾い集めて温め合おう。この春は何もない春です。君は2杯目だよね。コーヒーカップに角砂糖一つだったね。捨ててきてしまった煩わしさだけをくるくるかき回して、通り過ぎた夏の匂い思い出して懐かしいね。今の春は何もない春です。日々の暮らしは嫌でもやってくるけど、静かに笑ってしまおう。生きることだけが生きることだと飼いならしすぎたので、身構えながら話すなんて、ああ臆病なんだよね。この春は何もない春です。寒い友達が訪ねてきたよ。遠慮はいらないから温まって行きなよ。はい、こんばんは。今夜はね、エリモミサキでございました。2020年11月26日日曜日、お肉の日の生存確認ね。はい、今日日曜だからね。で、日曜だけ休みだったんで、うん、連中じゃないから、あれ、まあ、雨降んなかったから、あれ、利根川の河原にね、デイキャンプ、日帰り、アウトドア行ってきて、無事帰ってきました。はい、よかったね。うん。来週は洗濯行きたいね。うん、さて、今日もね、YouTube ライブやりましょうね。だから、また明日から1週間頑張りましょう。さて、今日も YouTube ライブやりたいと思います。はい、うん、よかったよかった。ぶり返ってくれたよ。あすか、今日はでも本当やっぱアウトドアブームって感じね、僕ね。僕なんだっけ、あれ、あの、利根川遊園公園知った頃と比べて、なんか最近行きたくなって、まだまだ増えた感じがするもんね、来てる人ね。うん。まあいいね、みんなね。一人、結構やっぱ一人でやってる人いるね。テントかタープ持ってさ、焚き火でさ、くつろいでる人いっぱいいた。うん。家族連れもいるけどね。うん。なかなかいいよね。まあ。アウトドア道具で決して高いもんではないけどね、でも、飲み屋行って過ごすこと思えば、そうね、そんなね、それ思えばね、だそうですよ、ね、そんな高くもないと思うよ。うん、焚き火台なんか一回買っちゃえば何回か買えるからさ、あれね。うん、今使ってるあれ、帰国ジル風のもんね、もう5、6回以上使ってるからね、あれね。一回2000円か3000円使って出しちゃえばさ、何回も使えるんでね。今日も YouTube でライブ配信しましょうか。久々だ、もう9時場所休みだからね。最近ずっと0時過ぎてたからな。金曜日の朝ですから帰ってなかったんだな。ね、あ、2020年11月の金曜日の朝出てから帰ってねえかな。金土とずっと出てなかったかな。11月の29日日曜日、ちょうどかな、配信。なんていうんだろ
前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ。いつも綺麗でいろ。できる範囲で構わないから。忘れてくれるな。仕事もできない男に、家庭を守れるはずなどないってことを、お前にはお前にしかできないこともあるから。それ以外は口出しせず黙って俺について来い。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ。中途小中と賢くこなせ。たやすいはずだ。愛すればいい。人の陰口言うな聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。あ、まあ、ちょっとは覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作ろうものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家へ。子供が育って、年を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない。俺の手を握り涙のしずく二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前一人。忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は、生涯、お前正しい鳥。はい、こんばんは。今夜はね、関白宣言を歌いました。いい歌詞ね。もうこんな歌詞があるような人と出会いたいけど、まだ出会ってないし、一応出会えないかもしれないけど、しょうがないね。はい、こんばんはね。はい、今夜はね、関白宣言を歌いました。2020年11月の29日、日曜日、お肉の日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。こんばんは。こんばんはさんどうもね。あつこさんどうも。はい、配信がどうかちょっと途切れてるけど、今の配信よかった。配信が教えて。不安定かな。こんばんはさんどうもね。配信がどうかって教えて。配信がどうでしょうか。ちょっと不安定ですね。今日は関白宣言を歌いました。大丈夫よかった。じゃあもう一回撮るか。音読じゃあもう一回だけね。あ、また不安定。途切れた。パンパン。何どうしたんだろう。不安定ね。回線のせいかな。なんだこんな。ちょっとやり直そうか。回線不安定っぽい。スマホでやってみる今日、スマホで。ちょっと切ってみるね、不安定。あ、こんにちは。じゃあスマホでやってみる。一回終わるで切ってみます。何だろう、どうしたんだろうな、スマホ。すごい不安定。スマホでやってみる？もう部屋をあれ回線変えてみよう。回線をね、 Wi-Fi をね、こっちの方 Wi-Fi ルーターの方に。どうだった、不安定かな。もう一回やり直すね。ちょっと不安、これでやってみようかな。
もう一回採用がスタートする。今夜、まさしくあの、間髪宣言ですね。この言うじゃないような歌詞かな。ほんと僕、この歌詞があるような人と出会いたいね。まあ、出会えなかったらしょうがないけどね。うん、いろんな人生があっていいんだ。いろんな人生があるから、人生って楽しいんだよ。ね。いろんなことあるからさ。×もあれば、丸、三角もある。いろんなもんがあっていいんですね。うん。いろんなことがあるからいいんです。そんな思いを込めて今夜もね、歌っていきたいと思います。それぞれお互い様、みんなそうよ、ね。まあ、それが分かんないからね、僕もそれを常に言い聞かせてね、人間忘れが気になっちゃうからさ。やり直す、回線変えてやり直し。途切れちゃったから、こうなのかな。1月の29日、日曜日、雪の日。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ。いつも綺麗でいろ。できる範囲で構わないから、忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと。お前には、お前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ。舅と小舅と賢くこなせ。たやすいはずだ。愛すればいい。人の陰口言うな聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしてオッケー。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作ろうものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家。子供が育って年を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない。俺の手を握り、涙のしずく二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は、生涯お前一人、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は、生涯お前ただ一人。はい、こんばんは。今夜はね、関白宣言を歌いました。2020年11月の29日日曜日、お肉の日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。あきこさんどうも。はい。そらさんこんばんは。ギニスカンさんどうもね。どうもね。ギニスさんどうもね。今日の配信くんは、さっき途切れちゃったんで、ちょっと繋ぎ直してみたね。はい。今日はね、よかった。まだ9時もあったとこね。うん。よかった、よかった。早くてよかったね。うん。今日だけの休みだったんで、日帰りでね、利根川の河川敷の公園に、行ってきましたよ。ね。よかったよかったね。今日のお夜食行こうかな。早速今日のお夜食行きましょうか。ね。ありがとう、そらさんね。今日早くて、まだ9時もあるとこね。うん。
今日は熱燗にしようかな。熱燗会場で。今夜、匠代々行こうか。あ、使い行こうか。匠代々。こじゅん。久々。じゃあ、つけてきます。つけてくんね。あ、缶漬けね。つけてこよう。はい。おいでいいぜね。でこれつまもうか、銀杏塩入りしてみた。銀杏売ってる。今日は銀杏をつまみながら、まあ酒は返してる。銀杏をね、とこうさっと水洗いしたのに水足して塩振って小鍋でからいってみた。本当はね、ペンキで割っていればいいけど、めんどくさいんでこのままだから。歯であれば売れっからさ、みんな歯であれば大丈夫よ。本当はね、食べやすくするにはさ、やる前にさ、ペンキとか割ればさ、パラってできるんだけどね、めんどくさいんで、そのまま、そのままでもね、食べれたことないんでね。大丈夫。塩入りしてみた。みんな、こんばんは。じゃあ、ちいちゃんどうも、なみさんどうも。ね、そらも、なべちゃんもね。じゃあ、みんなもね、塩をね、塩ゆでして、水分飛ばして。みんなの施設だね、ほんと。もう一応並木だもんな。町屋のあそこの都電沿いもそうだもんな。パカッて全部。本当はね、やる前にね、ペンキで割ればいいんだけどね、めんどくせえから、何もせずに。でもね、歯で割れば簡単に割れるからさ。
にして、まあ、かぶるぐらいの小鍋ね、140分の安い鍋でいいからさ、かぶるぐらいの火を入れて一緒に、なくなるまで。もう感じてますね。まあ、まあ、ないよ。こんばんは、ケンボイさん、どうも。今度行きます。スーパーです。今日駅前のライズマートで。あそこね、都心も今はさ、本当あそこ、荒川のあそこは、赤羽破りのとこはね、完全役者になっちゃったからね、あれね。残念ね、あそこね。普通にフリーはあそこのための首都圏だと、利根川遊々公園か、どうもなんだよね、今はね。多摩の方にもあるけど、うちは荒川から行くと多摩の方遠いからね、行かない。本当はね、食べる前にね、調理バサミとかさ、ペンキで割ればいいけどね、めんどくさいんで、そのまま、じゃそのままでもさ、今度歯で、簡単に割れるから大丈夫よ。めんどくさいだけで 大丈夫よ。梅干しの種よりはね、簡単に軽いからね。みんな思い出せない。あのテントに今日も使う、最近再び使い出したけどさ、あの2000円弱。僕は1300円で買ったあのシングルの安いテント、あれいいよ、ほんとね、手頃で。ちょうどいい、あれで、気に入ってる僕、あのテント。ね、ポールが弱いけどね。もう扱いかな、扱い持っていこうかな。下でプルッと向けなければ向けなくてもね、別に。おむさんどうもね、お眠り。銀杏を塩入りしたやつ。使っちゃう。大丈夫、柔らかいの。今大丈夫よ。あ、だいぶあるから。あと1個、2個、6個だっけ。あ、まだあるか。6個。こんだけだ。まあ、じゃあ、扱い持ってくる。虫歯はない、そこわかんないだけで、調べねえからね。調べればあるんだろうけど、そんな気にしないからね。じゃあ、アキラさんどうだ、今日は銀杏を言ってやる。じゃあ、明日持ってきます。完全ができました。よいしょ。
乾杯。乾杯で、ね。今日日曜で休みだからね。ね。バタバタどうね。みんな飲みながら、今日は匠大田の神崎です。匠大田今の人に行けばスーパー行けばあると思うよ。さすがら今頃スーパーで乗ってる、うん、これは八潮の一枚のマイズマートで大体どこもあると思うよ。どこ大体季節になればね、今あるのはね、スーパー行けばちょうど今ちょうど新種も絞ってる時だったと思うんだ。ずっとね、あれお米新米の頃から作り始めて日本酒だからさ、スーお店行くとさ、酒かす店頭にあるよね。季節を分かるんですね、もね、今の季節はさ。ね、新調絞った後のあの作家さんの今結構出てるよね、スーパー行くと。こんな季節ですね、今は、ね。じゃあ、今日2品目、まあ、銀杏4つのを残して、2品目は持っていこうか。しめさばちゃんだ、しめさばちゃんからあった。今日早かったからさ、変えた。刺身類はさ、早く売れちゃうんだけどね、今日早かった、今日で早かったんで。しめさば変えた。400円の半額だ。しめさばと扱いにいいんだからね。しめさばちゃん。しめさばちゃん。しめさばちゃん。わさびがついてるね。醤油持ってこよう。ほんとは醤油いないんだけどね。わさびがついてるから醤油持ってくる。じゃあ、しめさばちゃん。あ、いい香りだ。ほんとはもうこの醤油を使わないんだけどさ。天ぷらにわさびあるから、ちょっと小皿に醤油入れて。ついでに扱いもう一丁。今日は2合飲もう。早いからね。2合飲もうか。いつも一応2合飲もう。言われてから突っ込んでおけば大丈夫だね。2本目つけてくる。もう釣り道具持ってないんだよ、僕。ね。ね。ただに醤油ちょこっと入れてきた。わさびが添付してあったんでね。ちょこっと入れて。本当はしめさばはさ、お酢につけて塩振ってお酢で洗ったもんだから。何もつけなくてもいいんだけどね。まあ、わさびがついてたから。しめさばちゃん。そうですね。でも買うかもしれないな。買う。半額じゃなくて400円だったら買いますね。しめさばぐらいなら買うな。他にも400円ぐらいの刺身、他にもあんもん。
カツオとかさ、ハマチとか安めのやつね。マグロは絶対買わないけど、ね、高いからな。うまい。いいな。あとやってる大丈夫。必要なもん人によって違うから、僕ね。必要なもんは別にね、できればそれでいいんだよ、キャンプは。衣食住も着めれば。いろんな動画見てったらすごいもん、ね。握って使うような包丁持ってて空振してもいいからさ。自分ができる範囲でやればね。別に特別ない、ね、キャンプそんな。そういうの考えないね。これだけでやってことないから、アウトドアにね。ハルトさんどうもね、今日は、姫サバと、みんな。ほんとすごい青空増えたあれね。今日もいっぱいだ。みんな柔らかい、そんな言ってるからさ、それ結構弱くなってるから、これ。意外と食べてみれば、そんな硬いものはないよ、銀なんてね、意外とね。こういうの70かすげえね、もう70は持ってないもん。今、今日は65ぐらいだもん、あれ。山の時はね、もっと55ぐらいか。山は僕さ、焚き火やんないからね、当然。それが軽いわけだ、山は。火が大好きな、もう嫌いなもんだから。本当はね、やる前にね、ペンチとか料理はさみでね、割れ目入れるといいんだけどね。めんどくさいけど。来るときに。いや、今日だよ。あれ、ケンボイさん、埼玉だったら反応があるがいいんじゃない？近くて、あそこ。反応があるね。埼玉だったらね、反応があるよ。反応があるの方が、あれ、ドーマンよりか便はいいですよね、あれ。ドーマンはさ、武蔵浦和から歩いたら1時間ぐらいかかっちゃうから。反応があるのは1時間、30分にしちゃう。もう歩くのさ、あれ、ドーマグリーンパーク行くときは。以前はバスだったけどね、歩いても1時間ぐらいって分かったからさ、道も分かって。あ、通り沿いまっすぐ行けばさ、ドーマンに当たるさ、バイパス通りめぶち当たるんで、ね、バイパス通りを行けばもう。サバは手頃でいいんだよね。それが余裕こいって。あの焚き火台いいな。ピコグリル風のやつ。あれいい。今日使った鉄板はやっぱりな、あれちょっとでかすぎない。あの小さい鉄板はやっぱりビーロックぐらいやるのが良かったね。やっぱあのぐらいの焚き火台で、ね、
の右鉄板はね、ダメだ。手が熱くてね。B6 はさ、元小さいからさ、ちょうどいいんだよね。あれ、大ぐらいだから。B6 の鉄板使おう。また若い子のまたね、若い女の子の、ティーンの女の子のまたね、若い子がいいよね、若い子。若い子、姫様いいね、やっぱね。常磐線なんだ、綾瀬なんだ。綾瀬だったら、すぐじゃね、我孫子ね。選挙隣なんだ、綾瀬ね。そうでしょ。そう、なんできたもんね。まあ、秋田選挙、綾瀬。うちね、まあ、秋田だから、潮田線だからなんですよね。一本で来てんだ、我孫子まで、あそこ来てんの。カフェだ、どうもね。お玉はね、お玉使えばいいんだけど、使えば余るね。じゃあ、しめさま。あすか。なんか歌いましょうか。じゃあ今度はこの歌いこうか。こいつフォーチュンクッキーいこうか。あなたのことが好きなのに、私にまるで興味ない。何度目かの失恋の。イエイエイエイ、周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん。地味な花は気づいてくれない。イエイエイエイ、カフェテリアな夜のミュージック、ぼんやり聞いていたら、知らぬ間にリズムに合わせ、つま先から動き出す、止められない今の気持ち。カモン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 ベイビー、占って 恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。へいへい、月を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。へい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 、人生捨てたもんじゃないよね。あっと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。あなたにちゃんとこう送りたい。だけど自分に自信ない。リアクションは想像つくから。イエイエイエイ、性格いい子がいいなんて男の子は言うけど、ルックスがアドバンテージ。いつだって可愛い子が人気投票1位になる。プリーズ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 オーベビー。私も見て恋するフォーチュンクッキー。そのからさあ壊してみよう。へいへい、先の展開、神様も知らない涙のフォーチュンクッキー。そんなにネガティブにならずに。へい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 、世界は愛で溢れているよ。悲しい出来事忘れさせる。明日は明日の風が吹くと思う。カモン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 ベイビー、占ってよ。恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。へいへいへい、月を呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。
運勢よりも良くしよう。へい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 。人生捨てたもんじゃないよね。あーっと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。はい、恋する方針でした。どうもね。あ、どうもね。どうかわかんないですからね。さて、2合目いこうか、2合目。持ってきます、2号目。2号の方か、おしめ様。2本目。私はね、でもね、早く、超早くてよかった。まだ9時半だね。今週、この1週間、本当遅かったからな。また明日から大変かもしれないけど。覚悟しないとね、まだ12月の頭だもん。11月もまだね。まだまだね、覚悟しないとね。予定はないよ、別に。今度は土日休みの予定だから、休みだったらね、テントワーク行くわ。土曜、休み前早く終わったらね、ナイトハイク行く、ナイトハイク。ナイトハイクね。夜中のもう歩くの遅いからさ。この間ナイトハイクが良かったからさ、またナイトハイク行こう。奥多摩ナイトハイク。でもね、10時過ぎに出ればね、大丈夫よ。終電まで行けんです。米津さん、ちょっと詳しいかもしんない。ごめんなさいね。米津さんはね、有名な人よく聞くよね、米津さんね。米津玄師さんでしょ、米津玄師さん。結構ね、いいかな、かきくけこ。年末年始は特別の世話ない。一人だけいない、一人だけなんだよ。親ももういないからさ、いても何もなかったからね。世話ないよ。何もなかった。親が言うときは旅行もなかったもんな、ね、ってことないし。ない予定はないよ。84か。84で死んだかな、84。84だと、こんなもんだと思うよ、84ぐらい。
あ、じゃあどうせいつか死ぬかよ。いつか死ぬかよね。みんな死んでおめでとうだから、その気持ち忘れないようにね。死んで人間も完成するんだよね。人生を完結するそれで。悲しいことだけどね、死ぬことはなくならないし、死ぬことがあっていいんだからね、どんなもんも。終わりがあるからいいんですよね、どんなことも。どんなもんにも当てはまること、それは。終わりがあるから、人生楽しいんだよ。終わりがあるから。それを受け入れられないとさ、うつ病とかなっちゃうんだと僕は思うんだ。終わりがあるからいいんですよ。終わりがあるから。死ぬからいいんだよ、ほんと。ちゃんと素直に受け入れられないと、ね、ほんとのためよ。終わりがなかったつまんねえじゃないかなんだって。生があんのは死があるから、ね。生が素晴らしいのは死が素晴らしいから、ね。おお、そうなんですね。それをちゃんと素直に受け入れらんないと、うつ病だからなって。やだよ、ほんと。東洋生は素晴らしいよ。女の人も素晴らしい。で、最後、足目様もお待ちいただきました。そうじゃね、特にしどうはしないねえよ。飾らなくて言ってくださいの恥ずかしいか知らないか。天保さん、ありがとうございます。黒黒さん、どうもね。一応休みだからね、久々この時間だね。この一週間ほんと遅かったからな、ほんと。ああ、ほんと。今日日曜日休みだからね、この時間ね。多分明日また遅くなると思うけど。今日はね、銀杏を塩入りしたやつと、しめさば、もう食べ終わったね。手は掴んで。もう48歳よ、48歳。ネズミの日だからね、年男。4回目のネズミ年なんだ、今年。早いもんだね。初めてネズミ年は12か。あっという間だったと考えたらね。いろいろあったね、これ。4回目のネズミ年。若いのはね、あっという間だよ、本当に考えたらね。さっき過ぎて早かったね。10代の時は長く感じたけどね、ほんと。次長、20代が早かったや、20代の時は、あっという間。まあ、一人暮らししたからかな、もう、畑になって。一人暮らしするとね、生活が、まあ、社会人になって働くようになるとさ、日々の生活が追われてさ、あっという間だよね、月が。4月上、ね。あと、そういうイメージで言うと、まあ、貴乃花、元貴乃花親方、ね、そう、同い年ね。昭和47年生まれね。あの辺が一緒、あの辺が、貴乃花。小島慶子さんか、もう TBS の。そう、昭和40年ね。じゃあ、最後の歌いこうか、今日は。
どうもありがとうね、今日は早くて。最後もう一回、じゃあ大都会歌おうか、さっきコメントだったんで、今日最後大都会で終わろうか。大都会で終わります。大都会。今日、まるまるさん、どうもね。僕はまだ僕じゃないよ。まあ、いつか僕かもしれないけどね。大都会で。ストラッキングか。果てしない。夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る裏切りの言葉に、故郷離れわずかな望みを求めさすらう俺なのさ、見知らぬ街では期待と不安が一つになって、過ぎゆく日々などわからない、交わす言葉も寒いこの街、これも定めと生きてゆくのか、今日と違うはずの明日へ、ランアウェイ、ランアウェイ、今駆けゆく、裏切りの街でも俺の心にしようともす、わずかな愛があればいい、こんな俺でもいつかは光を浴びながらきっと笑える日が来るさ、朝焼け静かに空を染めて輝く死を受け生きてゆくのさ、溢れる熱い心を解き放し、ランアウェイ、ランアウェイ、今駆けてゆく。朝焼け、静かに空を染めて、輝く死を受け、生きてゆくのさ。溢れる熱い心を解き放し、ララウェイ、ララウェイ、今駆けてゆく。果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る。果てしない夢を追い続け、いつの日か大空駆け巡る。はい、今日最後はね、お題とかでした。じゃあどうもね、皆さんの果てしない夢は何かな。僕の果てしない夢はね、なんだろうね、おまたかな。素敵なおまたと巡り合うことかな。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。ではまたね、おやすみね。あ、キャリさんどうもね。あ、シーちゃんありがとうね。おやすみなさい、また。今日は休みだから早くてよかったね。また明日ね。明日また仕事から帰宅したいの、おやすみなさい。さて終わった。じゃあ、今日の YouTube のライブ配信終わったところで、ローカルで行こうか、ローカル。ローカルの方はまだ寸止まってるよね。はい、どうも。じゃあ最後、ローカルだ、これ。エリモミたちにしみようか。北の街ではもう、悲しみを暖炉で、燃やし始めてるらしい。わけのわからないことで悩んでいるうちに老いぼれてしまうから、黙り通したと年月を拾い集めて温め合おう。襟裳の春は
何もない春です。君は2杯目だよね。コーヒーカップに角砂糖一つだったね。捨ててきてしまった。わざわしさだけをくるくるかきまして、通り過ぎた夏の匂い思い出して懐かしいね。襟裳の春は何もない春です。日々の暮らしは嫌でもやってくるけど、静かに笑ってしまおう。生きてることだけが生きることだと飼いならしすぎたので、身構えながら話すなんて、ああ、臆病なんだよね。襟裳の春は何もない春です。寒い友達が訪ねてきたよ。遠慮はいらないから、温まって行きなよ。はい。今夜この辺でおやすみなさい。